なんか釣りっぽいタイトルをいろいろ書いて、なんかいろんな人が引っかかりそうなことを書いて、どこにみんな引っかかってきたんでしょうね。じゃあいくつか最初になんか皆さん何を聞きたいのか確認して、それに合わせて重点を変えたいと思うんですけれど、大きく分けて2つネタがあります。次世代 JavaScript 仕様 ECMAScript 6すると、まあ、それに含まれてないものとかも一部あるんですけれど、そちらの機能を紹介するのが前半で、後半では一応話題にしていただいた ASMJS とそれを含む、そういった取り組みで JavaScript が C 言語に迫る高速化を行っていくためにどんなことが今仕様面でも行われているかということを含めてお話っていうのが後半になっております。で、仕様の方だけひたすら説明してほしいみたいな人、ちゃんと高速化の話とか ASMJS 何者かって話も聞きたい人、あ、結構いきますね。じゃあなんか仕様の方はザクザクザクっと流れる覚悟で諦めてください。で、じゃあそんな感じで始めましょう、はい、2つネタを振ったんで、人がいっぱい来たのかな。あ、2セッション分ぐらいスライド書いて疲れました。疲れてるのは誰かっていうと、先ほどご紹介いただいたモジュラジャパンの浅井智也です。なんかレッサーパンダの着ぐるみ着てるんですけれど、趣味で着てるっていう説もあるんですけど、一応、まあ、趣味っちゃ趣味なんですけれど、レッサーパンダはファイアーフォックスはレッドパンダとかレッサーパンダって英語で呼ばれることがあるっていうか、レッサーパンダのことをレッドパンダとかファイアーフォックスと呼ぶことがあります。なのでモジュラでは結構レッサーパンダのぬいぐるみが社員に配られたり、まあ、これは自分で買ったんですけど、こういうレッサーパンダの着ぐるみを着るとか、まあそういうのもありかなと。まあもうちょっと言うと、カエルさんいますよね。今日はここにはいないみたいですけど、カエルさんが、なんか知んないけど、お前も着ないとみたいなプレッシャーをめっちゃかけてくるんで、最近これを着てます。で、まあ、大体これで、いろいろ言ってる間に、DYNAMIS っていうやつで、まあ、こいつにコンタクトできるってことが、まあ、読んで分かっていただけたかなと思うので、あとは質問があったら何でも聞きに来てください。で、先ほど言った通り、大きく分けて2つです。素敵な新機能と、まあ、題しました。素敵かどうかは皆さんが、まあ、各自判断してください。シンタックスが書きやすくなる機能と、クラスモジュール、皆さん、対応のクラスですね、おそらく。対応じゃないんですけど、私にとっては別に。モジュールは対応ですね、私にとっても。で、あと、コードを読みやすくするために、もう少し機能がいくつか追加されているものがあったりします。あと、後半 ASMJS その他の高速化に関する話をお話しようかと思います。で、逆に扱わないトピックを書いてみましたんですけど、歴史とか、JavaScript の歴史とか扱いません。前、JavaScript について、デベロッパーサミットとかで話したときなんかで、そういうとこもやりましたけれど、そういうのは過去の講演スライド見てねって感じです。あと、ECMAScript5.1 をフル活用して、コードを書いてる人ってどれくらいいますか？ 5.1 の機能を使っていいって、そういう会社もいないですね、多分。アイさんのサポートのために、ECMAScript Fuse の機能を使えないんですよね。でも、そこの機能は、まあ、分かってる前提でお話しします。使ったことがないから分からないとか、そんなことは許しません。はい、話してみましょう。で、あと、説明していて楽しくないなと思う、API 増えたよとか、どうでもいいと思うんで、見ろよっていうことで終わらします。で、あと、まあ、興味は個人的には好きなんですけれど、全然合意が取れてない API とかもザクッと割愛したり、ECMAScript 6じゃなくて7にポストポーンを送らすことになった機能なんかも省略します。で、先ほど申し上げた通り、以前 JavaScript に関して、去年、まあ、本当1年半ぐらい前に最初に解説させていただいたんですけれど、JavaScript 次世代仕様がどんどんできているよってお話を最初にしたとき、こっちのスライドでは ECMAScript HIFS の話も説明しているので、これから9.10 で ECMAScript HIFS がやっとサポートされたね、やっと使えるようになったねって思っている人たちなんかはこっちも見てください。まあ、なんか全員っぽいけど、こっちも見といてください。で、あと開発者皆さんですから一言宣伝、私のスライドじゃないんですけど、 Firefox の開発ツールを一通りさっと紹介しているスライドがあって、とても分かりやすく見やすくまとまっています。 Firebug しか Firefox には開発ツールがないと思っている方はこれを見なさいということです。はい、それくらいでいいですね、もう。はい、で、ECMAScript、JavaScript はそもそもいろんな課題が、皆さん不満が、恨みがいっぱいあると思います。で、大まかに大きな恨みとしてみんなが思っているのは、高速化なかなかできなくて遅いとか、モジュール作れる機能がないとか、クラスとかモジュールがないとか、
でプロトタイプベースで書かれてるから、普段クラスで Java とか書いてる人からすると、何そのプロトタイプに何かメソッド追加していくやつとかって、継承書くのや分かりにくいとか。であと不可思議なディスの挙動って書きましたけれど、メソッドとして呼んだらディスがそのメソッドを呼び出すのとのオブジェクトになるけれど、間違って関数として呼んだらディスがいつの間にかウィンドウになっていて、あれ何これみたいなのがよく起きると。あるいはメソッドとしてコールバック関数に渡す場合には、メソッドとして渡せない関数しか渡せないから、セットタイムアウトとかをフット使ってしまったり、 AJAX とかでフットコールバックを渡してしまった時に、 this イコールセルフって渡していないと、またウィンドウになって向きってなるわけですね。であとアレイって見えるアーギュメンツとかはよく典型的なものなんですけれど、配列っぽいから配列だと思ってスライスとかメソッド呼んだら、お前配列じゃねえよってエラーが出るとか悲しいですね。だとコールバックが地獄になるとか、実行時エラーばっかりでコンパイル時エラーが少ないから非常にデバッグが大変だとか、まあ、この辺皆さん恨みがあると思います。で恨みが、まあ、私は正直あんまりありません。なぜならコードをそんなに書いてないから幸せです。はい、エクマスクリプト歴史一言でざっと流すと、こんな感じでどんどん進化していて、エクマスクリプト6で、これまで何だろう、構文上の変化っていうのは避けてきたんですけれど、大きな変化がついに来る。だからここは皆さんぜひ知っておいてくださいっていうのが今回のバージョンになります。目的としては開発しやすくって、テストとか総合運用性とかも確保しやすくって、あと先ほど実行時エラーが多くて困るって言いましたけれど、静的検証が比較的しやすいような構文とかを定義する、そんな感じで言語仕様が作られています。で一方でそういった話をしていると、まあ、方法互換性っていうのはウェブで非常に大事なんですね。 HTML5 が成功していく、 HTML が成功していない、これが XHTML5 カンファレンスでなかったっていうのは、やはりウェブは方法互換性、既存の動いてるコードを捨てるわけにいかないっていうのが非常に強く働くからなんですね。で、もともと使用上タイプオブヌルっていうのの値が気持ち悪いことになってる、使用悪かったんで、ブレンダー最初に作った時にやっつけだったから悪いのかなんか知らないけど、直したい直したいって言ってたのが直せなかったなんていうのも、広報互換重視してる姿勢の表れです。で、まあ、その他、昔話したことがあるけれど消えた機能とかっていうのもあります。で、まあ、ちょっと前置き長くなりましたが、実際使えるのかと、ブラウザのサポート状況はどうなのかと見ると、真っ赤っかですね。使えないんですね。困りましたね。でも、Firefox と Chrome は比較的サポートがポコポコ入ってきています。で、これ、パッと見ると、互換性のテーブルって、まあ、嘘はいっぱいあるんですけれど、真っ赤っかなんですが、一応、なんか、トレーサーとか、既存のコードをそのまま実行するんではなくて、一旦変換して実行する。エクマスクリプト6で書いたコードをエクマスクリプト5に変換して実行するような、そういうライブラリとかいっぱいあるので、そんなのを使って最新機能を少しずつ使っていくっていう、そういった対応の仕方もあります。理想状況、一応 Firefox のスパイダーモンキーが比較的実装範囲が広いです。で V8 がそれに続く形で実装していて、もちろん機能によっては V8 の方が先に入っていたり、うまく実装されているケースがあります。で JavaScript コアちょっとなんか Apple さん何を実装したいのかって、ウェブ技術全般的にそうですけど分かんないですね。どこから実装するんでしょうねって感じです。 IE は非常に安定化した仕様、広く使われている仕様だけが今実装されていて、一方でグローバリゼーションとか国際化、やっぱりビジネス系強いですよね。彼らはそういったところは積極的に自分たちで提案実装を入れていっています。でコンパイラー系としては、トレーサーっていう Google が昔から作ってるやつなんかで比較的広いコードが使えて、タイプスクリプト、マイクロソフトさんが作ってる方っていうのは、対応範囲ちょっとクラスの書き方とかに絞られてる感があるんですけれど、ブロックスコープ用のレッドコンストとか使えなくて悲しいとか、そういうのがあるんですけど、まあ、比較的綺麗なコードが生成されたりするので、この辺を使って今すぐ使うっていう手もあります。でまあ、そんなものがありますよと。でそれ以外に、レッドコンストってブロックスコープだけ使いたいよみたいなのを働かせる、それだけだったら簡単な変換して済ませようとか、あるいはモジュールだけとにかく欲しいんだとか、そういったものの互換性変換コンパイラーみたいなのがあります。でもちろんもう JavaScript はプロトタイプ思考なので、オブジェクトをプロトタイプ拡張して、いろんなメソッドがアレイとかナンバーとかストリングとかに追加されているメソッドっていうのを追加定義するための機能っていうのももちろん用意されています。
まあ、その辺詳細にどれがサポートされるかはここで書かなかったですけど、うまく使っていってください。ではそろそろ本番というか中身に入っていきましょうと。でシンタックス種が書きやすくする機能からまず最初にいきましょう。分割代入と言われる機能があります。でこれは何だろう、まあコード見りゃ分かるんですけれど、左辺に変数1個しか使えないっていうのがこれまでの JavaScript だったと思うんですけれど、左辺に配列とかオブジェクトとかを書くことで、なんか別の C とか使わなくても値入れ替えることもできるし、関数の返り値からを複数の返り値を直接配列1回変数に入れなくても配列の中身を直接変数に代入するとか、でそれを入れ子にすることももちろん可能だと。で配列だけじゃなくてオブジェクトで受け取るっていうこともできて、適当なオブジェクトに対して左辺でオブジェクトのプロパティに対応する変数名を指定すると、その変数名に各プロパティの値が入っていくと。これパッと見そんなに実用的じゃないように見えるかもしれないんですけど、非常に用途が広い範囲として JSON データがありますよね。 JSON はオブジェクトみたいな形でアクセスできるので、 JSON の中からここに書いてないか、次のページだったかな、書いてないね。 JSON からバンって、特定のプロパティを抜き出すとかっていうことなんかで使うのに非常に便利な機能でもあります。で、なんか非常に細かいところでこの後で説明するデフォルトバリューとか、いうのを組み合わせて使うとかっていうのができるのかできないのになるのかっていうのはちょっとまだ見えない感じがあったりします。が、まあさっきみたいな単純な変数代入系だったらどんどん実装が広がっていく、合意が取れてる感じです。で今ちょっと一言先に入りましたけど、デフォルトパラメーターとレストパラメーターっていうものが Firefox じゃないや、エクマスクリプトには入ってきています。関数 の、 初期値ですね、引数の初期値を与えられるの便利ですねと。適当に、例えば背景色を変えるメソッドをこちらでは書きましたけれど、引数に与えた色に変えるけれど、引数を与えなかったら初期値であるオレンジに変えるとか、そういったものをすると引数なしでオレンジ、ブルーって指定して青色、引数アインディファインドとかを渡した時も引数なしと同じように、オレンジになるとか、そんな処理が行えます。で一応、Python なんか使ってる人からしたらちょっと違和感があるかなっていうのは、デフォルト引数のこのイコールなんちゃらで定義されてるオブジェクトって Python とかだと、1回生成したオブジェクトが毎回渡される、同じオブジェクトが渡されるのですが、 JavaScript の場合はその関数が呼ばれるたびに初期化、変数の初期化を行われるので、ここに代入しているもの、ここで新しいオブジェクトとかリテラルで書いたり、入して作っているものなんかだったら、等価じゃない、同じオブジェクトじゃない、イコール3本で結ぶとフォールスになるやつらになるっていうので注意してください。で、次、レストパラメータ。デフォルト引数は最初の値でしたけれど、レストパラメータっていうの、引数の数が決まってないと、わかんないと。わかんないけれど最初の2つだけ別の変数に代入して残りは配列で受け取るよみたいなことができると。あるいは先ほど一瞬言及しましたけれど、アーギュメンツって配列じゃないんですよね。配列じゃないからドットソートとかドットスライスとかってやるといきなりエラーになって泣くと。だから仕方なくこれまでの場合はアーギュメンツを配列のドットスライスドットコールっていうやつに渡して配列に実際型変換を行った上でスライスとかソートとかをやるっていうのはこれまでのハックだったんですけれど、そもそもレストパラメーターで受け取ったレストパラメーター変数、こいつは配列で受け取ることができるんでソートとか直接使えて便利だよねと、まあ、そんな感じの使い方もございます。で次、配列系の話少し続きますけれど、配列内包表記というものがございます。Python からよく入ってきているのは、多分 Firefox のエンジニアが Python が好きで、その辺がなんか最初にいろんな構文を Firefox に実装してその標準化につながったっていうところがあるんじゃないのかなと思いますが、内包表記ってやつがあります。これもちょっと構文が最近変わって悲しい思いをしている書くのが大変かもしれないんですけれど、ご紹介します。結構便利です。で内包表記何かって言ったら、配列括弧くぐった中で for of とかを使って、直接配列のリテラルをポンと、生成する形ですね。具体的には例えばこれの場合はオーオブでこの5つの要素を持っている配列の各要素を X に代入して、その X が0より大きかったら
要素として X を返す、0より大きいだけの要素がフィルターされて1、5、3と残るという感じですね。これまでフィルター変遷ソフトを使って、なんだろう、こうやって、フォールバック関数として X が0より大きいという条件とかを書いていたのが、まあ、もうちょっとシンプルに書けるよねとか、あとフォーオブの方は if なしだったら普通のマップ、ここだと X をそのまま返したらただのフィルターなんですけれど、 X をそのまま返すんじゃなくて受け取った配列の中の値を使って何らかの計算を行った結果っていうのを新しい配列として一気に生成するマップですね。マップ処理ができると、でそれをフィルターとかマップとかいっぱい書いてるとコールバックがいっぱい並んで気持ち悪いんですけれど、ザクザクっとこういうのって配列のない方表記だったら書けるんで、結構こういう一気にでかい配列、2つの配列から1つの大きな組み合わせを作るときなんかに便利です。A1、A2、A3、B1、B2、B3 とか結構なんか文字列のラベルとか作るときなんかに生成しがちなやつを、まあその場で動的生成がしやすいとか、初期化が書きやすいって感じですね。でちなみに構文が変わって試せなくなっているんですけれど、Firefox で昔から実装されているやつっていうのは、配列受け取ったやつの値を最初にここに書いてるやつが返り値の配列の中に入るっていうやつだったんですけれど、これ読んでるとこれを返すんだけどその A と B はここの配列の要素とここの配列の要素ってなんか非常に読みにくかったのが、 A という配列の中から A を受け取って B という配列の中から B を受け取ってその2つを使って A+B っていう値を作ると、まあ論理的に読みやすい形に順番が変わってるのでちょっと方法互換がなくなってるけど、まあ将来のためにまあいいでしょうと、はい、ご了承ください。しかもこれなんか文字が関係者がなんか確か修正入れたような気がするんですよね。まあだから将来を考えて互換性っていうか、仮に実装している先行実装しているものなんかは汚いものっていうのはガンガン捨ててでも綺麗なものを作って全ベンダーが同意できる綺麗な、今後綺麗なコードが増えていく、そんな環境を目指している標準化のやり取りになっています。でブロックスコープ、次ブロックスコープ、まあFirefox じゃないよ、また Firefox って言ってるのこれ、JavaScript、ECMAScript にはブロックスコープがなかったんですね。これまでスコープは何があったかっていうと、グローバルスコープの他には関数スコープ、関数の中ではその関数で定義したバーは全部どこの行で定義してもとにかくその関数全体に対して適用されると、まあ、初期化はそのバーの行が実行されて初めて初期化されるんですけれど、まあ、範囲の定義範囲が関数全体でしかなかった、関数作らないとブロックが作れないとか、変数を隠すためにわざわざファンクションで呼んでなんかファンクションをその場で実行するっていうことでその範囲だけに変数をブロックスコープっぽく作るっていうハックがよく行われてましたけど、そんなんいらないよねっていうのがレッドとかコンストってやつです。でコンストは仕様上は、ブロックスコープになることになってるんですが、残念ながら今の実装はそうじゃないのでその辺は注意してください。でレッドコンストさんは、IE11 がサポートしてくれました。 IE11 すごいですね、先進的にどんどん機能サポートしますね。今日は IE11 をこれ以上褒める場面がないので頑張ってくださいすごいですよ、レッドとコンスト、もうこんな大事な機能を実装してくれるブラウザー他にないって言いたくても他みんなサポートしてるんですよね。はい、じゃあこれぐらいで話を進めましょう。はい、レッドってやるとこのカッコでくくってる青色カッコでくくってる範囲が定義域になると、でレッドでこうやって定義書くんじゃなくって、レッドの直後になんとかイコールなんとかカッコをつけて文を閉じてしまわずにその直後に実行したらそこの文だけで定義される、他の行に影響が及ばない簡単なすっごい範囲の狭いのができると。でもちろん法文の中の、初期化部分でやったりすると法文の中だけがブロックスコープになるとかそんな感じですね。でもちろんここじゃなくて法文の中で書いてって書いてもあのこっちと同じようにそれを含むブロックで初期化っていう形になります。まあ普通は初期化式に書くでしょうと、ホワイルとかだったら中に書かないとか、まあそんな感じでブロックスコープが使えて幸せですと。でコンスト、定数です。定数だから代入1回したらそれ以降変わりませんと、ブラウザーを Firefox と決めたらもう二度と Firefox から他のブラウザーに変われないと、そういうコードですねはい、もう一回インターネットエクスプローラーをデフォルトブラウザにしますかみたいな問い合わせをイエスって押そうとしてもなんか リクラレーションオブコンストブラウザーって怒られるわけですね。であとこれはエラーが発生するんですけど、コンスト文で再定義しようとするとエラーが発生します。
で一方でコンスト分じゃなくて単に代入の左辺に定数を入れた場合にはエラーが発生するんじゃなくて無視されるだけっていうことになるので注意してください。プロムにするって言ってもスルーされるわけですね。まあ、そんな感じです。なんか文字が推しな感じのプレゼンになってるとまずい気がした。ここだけでも変えとけばよかったな。はい、IE でしか変えられないっていうやつにしとけばよかったですね。まあいいでしょう。はい、でクラス皆さん欲しかったんでしょうと、欲しかった人が結構いたんでしょうと。でまあ説明するまでもないです。あの皆さんがよく見ているようなクラスの書き方に近いものが JavaScript でもできますと、他の言語に近い書き方ができますと。でコンストラクターっていうメソッドだけが特別扱いされて、コンストラクト初期化順の処理に使われると。でそれ以外のメソッドを並べてる、あのオブジェクトのプロパティっぽく書いてるものはメソッドとして並べられる感じですね。はい、まあ、説明するまでもないでしょうと。エクステンドをしたら、派生クラスができるよと。でスーパーってしたやつで、元のコンストラクターを呼んでみたいな、まあ、こんな感じですね。試してみれば分かるでしょうと、さらっといきます。でエクマスクリプトフィフスで頑張ってやろうとすると、こういうプロトタイプガンガンプロトタイプなんちゃらって形でプロトタイプにメソッドを追加することで、クラスメソッドを追加するみたいなのがこれまでのやり方だったのがさっきみたいになりましたと。まあ慣れの問題だと思うんですけど、そんな感じです。で一方で、派生はさすがにプロトタイプでやるのちょっと気持ち悪いなと私でも思ってました。まあこんな感じです。こんな感じだったのがさっき前のコードになると。で次モジュール、はい、モジュールがないからなかなかライブラリとかは大変ですよね。でこれまでいろんなライブラリでモジュールっぽくっていうか、いろんなものをインポートするロードするものっていうのが作られてきましたけれど、公式の機能として入ってきました。でブラウザ実装してないひえって思ってもちゃんと ES6 モジュールローダー、最初紹介したみたいなやつで互換を取るっていうことも一応できます。互換を取るっていうか読み込む感じですね。はい、で書き方としては、まあ、モジュールって書いてエクスポートってその中で書いてるやつが、外に出ていくよと。変数とか関数とかをエクスポートして、受け取る側のファイルでは名前、指定したモジュールから、まあ、欲しい、エクスポートされてる変数を指定して、それを自分の名前空間の中で使えるようにすると。でこれ既存のオブジェクトに対して追加するみたいな感じで、指定することもできますと。あとは、いろんな構文あるんでザザザッと書いておいたんで見ておいてくださいなな感じなんですけれど、まあ、例えばインポートするときに別の名前にやるとか、インポートしてさらに違う自分自身がエクスポートするっていうモジュールの継承みたいなことっていうのもできますよと。そんな感じでございます。まあ、普通のモジュールっぽい機能が変えようとするのにまた言っちゃったな、バカだな俺。はい、JavaScript にも入っていますと。まあ笑ってくれてありがとうございます。一人ぐらい笑ってくれないと本当にバカだなと思うんで。はい、で JavaScript をだんだんと皆さんが慣れ親しんでいる普段使いやすいような C とか C++ とか Java とか Ruby とかやってるかしある方に、まだ Ruby 通る気がするな、まあいいや、はい、近づいていますと。であと次アローファンクション、これ個人的にすごく好きです。矢印関数、あの名前もいいし見た目もいい、うん、なんとも言えない。で見たことない人にとってはなんだこれ気持ち悪いって、そういうやつです。なんか、プロパティアクセスでもするのかと、そんな感じですけど、そうじゃなくって、コールバックとかに関数を渡すときにファンクションクッなんちゃらリターンなんちゃらって長いですよね。見た目分かんなくって見にくくなるんですよね。じゃあそういう単にリターンするだけの関数がある場合には、それをシンプルに書ける方法を提供しましょうと。コードを見やすくって、なんか変なバグが混入しにくくなる、プログラミング言語に変えましょうと。例えばマップのコールバックに渡すときに引数 x でリターンする値が x×x2 乗を渡すみたいなやつですね。これまでのエクマスクリプトフィフスだったらちょっと灰色にして読めない感じですけれど、ファンクション括弧 x リターン x×x みたいなやつになっていたと。まあそんな感じです。で特に、あ、なんか余計なネタ入れたままになってるのは、まあいいや。セットインターバルとかもよくコールバック関数使いますよね。そこでもファンクションなんちゃらって書かないで普通に矢印で済むと。でセットインターバルとかだと、まあ、引数いらねえよみたいな時、引数が1個以外の場合は矢印の左側は単に変数名を定義するだけじゃなくて、カッコで0にするか、カッコ A コロン B とかって複数並べるか、そういう書き方をして明確な構文をにする必要があります。引数1個の場合もカッコ X ってやるのももちろん OK です。
で、なんか適当な時間経ったらよくわかんない提督のメッセージがやってくると。で、はい、あとはそういう機能を使ってると、なんか変なコードも書けるよっていうコードをどっかに見かけたので、なんか気持ち悪いコードが書けて楽しいなと理解してください。矢印いっぱい生成して、楽しいプログラミング言語で同僚になんだこれって思わせてください。で、ハローファンクションっていうのは単純に簡単に書けるっていう以外に一つ大きな意義があって JIS が保持されます。保持される、バインドされるっていう機能があります。よくコールバック関数、先ほど言って言いましたけれど、セットインターバルとかにコールバック関数を渡すときに、そのオブジェクトの JIS から JIS がいきなり関数呼び出しになってしまって、プロパティアクセスじゃないからいきなりグローバル変数のウィンドウになっちゃって困るっていうことがよく起きるんですね。で、セルフイコールディスってやらないやつお前バカみたいなことがよく行われるわけですけれど、そもそもセルフイコールディスっていうそんなバカな書き方してられるかっていうのが正直なところで、アローファンクションであったらこのアローファンクションが書かれている時点でのディス、ここではディスがパースになってるわけですけれど、それがこの中でもパースであり続けると、そんな特性がございます。まあ、それ使ってうまく綺麗なコードを書いてくださいという感じです。で、だんだんと時間がやばいなと思ってきたんですけど、ジェネレーターとイテレーターというものがあります。これまた Python からやってきている機能なんですけれど、で、V8 が非常に素晴らしく実装していて、 Firefox が古い仕様のまんまなんでなかったことにしてくださいというそういう状況です。で、用語としてイテレーターっていうのとジェネレーターとジェネレーター関数っていうのがあるんですけど、まあ、コード見ないと理解できない感があるんですけれど、ネクストメソッドがあって繰り返し処理をするときにネクストメソッドが呼ばれる、そういうやつをイテレーター、特殊なオブジェクトをイテレーターって言います。で、ジェネレーターっていうのが、イテレーターを簡単に作れるジェネレーター関数っていう構文があるんですけど、それを使って生成されたちょっと特殊なイテレーターのことです。で、ジェネレーター関数はどういうものかっていうと、この後のコードで説明しようと思うんですけれど、ネクストメソッドをいちいち定義するんじゃなくて、関数の中でイールドっていうキーワードをリターンの代わりに使うと、そのイールドの引数が呼ばれて、そこで実行が一時停止し、もう一回呼ばれたらその次の行から実行を再開で、またイールドが呼ばれたらネクストの後として返すと。ですから、なんか繰り返しを処理するときに再帰的に呼んだりとかややこしいことを何も考えないで、普通に法文の無限ループとかで、例えば無限ループの中でイールド、リターンじゃなくてイールドってすることで、こいつをイテレーターとして扱った場合には、最初ここで止まって、最初のフィボナッチ数が返されて、次に呼ばれたらここからまたループを再実行してもう一回止まってっていうのが繰り返されると。だから一時停止する系のものとして、定義した関数が作れると。で、普通にそれをフォーオブとかのループの中で書くと、フィボナッチって、まあ、これをジェネレーター関数、ジェネレーターが生成されて、オブの右側にジェネレーターができるわけですけれど、そいつのイールドが呼ばれる、まあ、呼ばれるたびにイールドの返り値が N に代入されて、で、N が20を超えるまではずっとこのイテレーター呼び出しが続くと、こんな感じの処理が書けるというやつです。で、イテレーターとしてのジェネレーターって次書きましたけれど、今みたいな for over の中で使う以外に一回一回明示的に、イテレートする方法っていうのがあります。まあ、これがそもそもイテレーターの本来の使い方なんですけれど、例えばカウンターとかをいっぱい作る場合なんかに、毎回一時停止してそこで内部に持っている値をインクリメントする、そういう関数を定義してあげると、ジェネレーターを作ってネクストメソッドを呼ぶたびに内部の C の値がインクリメントされて、ここで止まって返している値、 C の値が1個ずつ増えたやつが返ってくるという感じですね。なんかこれちょっと間違ったことが書いてあるけど、ここ1ですね、気にしないでください。はい。で、次、最近まだ標準化としてはどうなるのかな、正直私把握できてない感があるんですけれど、 V8 と Firefox で一気に実装されて、今日の基調講演で及川さんもいいねみたいな感じでおすすめの話を説明してくださっていたプロミスっていう機能がございます。このプロミスを使ってコールバックが非常にきれいにこれまでと比べて書けるようになります。コールバックなんか永遠とコールバックするためにファンクションなんちゃらって因縁として言って深くなるのが嫌だから、
ディファードとかっていうあのシステムを最近は使うことが多かったと思うんですけれど、まあ、ディファードの機能を含めてきれいに書けるものが標準化されている、まあ、コーディングパターンみたいなのが標準機能に入ってます。でコードあまり全部説明しているとやばいなと思ってるんですけれど、プロミスっていうのは初期化するときに関数を、引数にとって、そいつの第一引数にリゾルブ関数とリジェクト関数を受け取ったが代入されて、リゾルブが呼ばれた時点でそのプロミスっていうのが、解決するというものです。何言ってんだろうって感じですけれど、このリゾルブが呼ばれたときにこの生成した P の P.zen っていうのが初めて実行されるっていう、そういうシステムです。ですからこのプロミスっていうのは呼び出されてから初期化されてから3秒後にリゾルブするプロミスです。だからこいつ3秒後にリゾルブする解決するプロミスを作ると、そいつの前っていう部分、ここの前の中は3秒後に解決したからやっと実行されると。で前っていうのをいくらでもチェーンしていけるんですけれど、一旦解決したプロミスは解決したからもう一回未解決に戻るとかってことはないので、前って続けているやつはこいつがまたプロミスを返すとかっていう挙動をこの後で説明するコードを書かない限り一気に実行されるって形になります。で引数を渡すこともできますと省略で、エラーハンドリングすることもできます。前以外にキャッチっていうのを使うと普通にここでリゾルブを呼んでいないので、プロミスの定義の中でリゾルブを呼んでいないので全の部分は一生実行されないと。その代わりにエラーが発生したらプロミス P3 じゃない P です、ごめんなさい、 P にチェーンしているキャッチの方が実行されると、そんな感じです。でプロミスをどんどんチェーンしていくときっていうのはプロミスを返す関数を呼んであげれば、そのプロミスが、まあ、新しいリゾルブ、もう一回その新しいプロミスがリゾルブするまで非同期処理ができるっていうのが特徴としてあります。で普通にプロミス前で実行する関数がプロミスじゃないものを渡された場合は勝手にプロミスにキャストされるっていう特徴があるので、ざっくり言ってこんな感じで5秒経ったらログを読んで、さらにその後プロミスは解決した状態になっているので全で実行されてウェイトするとまた5秒経ってとです。そういう繰り返しなんかポコポコできると、はい、頑張って使ってください。で AJAX とかにもこんな感じで書けます。まあディファードを使っていたらちょっと似たような感じなんですけれど、まあ、それがちゃんとした機能で加えて書けるようになっていたり、キャッチとかの構文が、まあ、今までより非常に書きやすくなっているという特徴があります。まあ、どんどん多く突っ込んでいくと面白い使い方がある機能なので、ここから先はまあこの辺ちゃんと自分で分かった上で試していっていただけたらなと思います。でここざくっと省略したいって言いながら書いたやつが、コレクションっていうのが追加されてます。セットとかマップっていうのが追加されてます。配列に何かインデックスを渡すっていうだけじゃなくって、他の言語でよくセットですね、とにかく ID いらないからバンバン取り込んで、ID と値のやつをポンポン取り込んで後で取り出せるっていう、持ってるかどうかっていうのを確認できる、そういうやつですね。で、マップっていうのは違う、セットの方はだから ID なしで存在し集合の中に入ってるかどうかをハズで確認できる、アントで追加できる、そういうやつです。でマップの方は、キーに対する値が取れる、そういうやつですね。でマップっていうとなんとなくハッシュというかアレイというかオブジェクトというかこれまでのやつでいいじゃんっていう感じがするかと思いますが、これが存在する理由っていうのは非常に大事なことが1点あります。マップのキーにはオブジェクトが使えます。これまで配列っていうのは JavaScript でオブジェクトの一種だったから、オブジェクトしか、ハッシュ構造を持ったものは存在しなかったんですけど、そいつのキーは文字列だったんですね。だから数字の3を渡したり、文字列の3を渡したりしても同じキーと認識されるし、オブジェクトとかガンガン渡しても必ずしもそのオブジェクトが文字列に変換されてキーとして作られるので幸せなことが起きないと。でそんなのがちゃんとオブジェクトキーに使えるようになったので、きれいに区別できるようになりましたと、そんな感じです。でその他、よくわかんないメソッド、よくわかんないことにですね、名前の通りわかるようなメソッドがいっぱい追加されますと、はい、それくらいで、まあ、仕様の話になるかと思います。といったら残り時間がやばい、よくやばい時間で早くなるよっていう話を、話し方も早くなりながらいきましょうか
で、これまで私は JavaScript が速くなるというか ASMJS とかの話をするときに自分の中で一つ納得のいく説明がありまして、よく JavaScript で有名なものとして JavaScript Good Parts っていうやつが、このダグラス・クロックフォードっていう、まあ、JSON の身の上のすごい力のある人がヤブとかエンジニアがいるんですけれど、定義してるんですね。まあ、説明彼の話を聞いたらすごくわかるんですけれど、こういうコーディングルールをしたらミスがしにくくなるよっていう、 JavaScript の言語にはいろんな機能があるけど何でも使っていいわけじゃねえぞと、ミスのしにくいコードを書けと、こういうルールに従って書けと、 C 言語だって何でも機能あるし Java だって何でも機能あるけど全部使おうっていうバカな人いないですよね。ある一定の綺麗な範囲だけ使って書けばバグが起きにくい。じゃあ同じように一旦別のスライド、遅くなってる理由が動的片付け言語とかクラス配列が存在しないとかいろいろ遅い原因があったんだけれど、そいつらの原因を何とかして回避して、まあ、動的型言語型がガンガン変わっていたりすると、型推論で型固定の演算を、JavaScript エンジンは作っているんですけれど、それができなくなっちゃうとか、そういった問題が発生するんですけれど、何でも好きなように書いたら JavaScript エンジンが最適化できないケースがあるということです。じゃあ JavaScript エンジンが最適化しやすいコードだけをちゃんと書くようにすれば当然早くできるわけですよね。ちゃんと型固定で常に変数を定義して、でオブジェクトに関しても一度定義したらプロパティを増やしたり減らしたりとか変なことしないとか、まあ、あとタイプとアレイっていう、そもそも JavaScript にこれまで静的型が存在しなかったのが静的型をもう導入するっていうことが行われています。じゃあそれをうまく使っていってあげれば、それだけをちゃんと使っていってあげれば当然 JavaScript エンジンは工作ができるわけだと。それを私の中では JavaScript をファーストパーツって勝手に呼んだんですけれど、ファーストパーツだけ使っていれば当然 JavaScript エンジンは早く処理できる。じゃあそのファーストパーツを明確に定義してあげればもっといいんじゃないかっていう発想も次に生まれてくるんですね。で具体的にファーストパーツの一つとして挙げられる代表的なものが、型固定の処理を行うためにそもそもデータ型が、例えば数値はナンバーしかなくって整数とか36ビット不動小数点とか存在しなかったんですね。それをちゃんと定義でき導入したっていうのが WebGL っていう 3D 処理、ゲームとかガンガン 3D で処理するときにはちゃんと型固定じゃないととてもじゃないと遅いと、だから型固定の数値ができるようにしましょうと。で IE さんは WebGL なんて認めねえみたいな FUD をしばらくやってたんですけれど、型固定処理だけは大事だよね、早くなるからいいよねって感じですぐ実装してくれました。で WebGL 自体も IE11 でサポートされて、みんなめでたく 3D が使えるように、モバイルサファリーっていうやつを忘れてあげればよくなったんですけれど、まあその中でこういう型固定が JavaScript にはすでに入ってきていると。でそれをまあ書き方はざくっと省略しますけれど、型固定演算する方法っていうのはちょっとコードは書きにくいです。正直書きにくいです。書きにくくってもうまく使えば JavaScript エンジンが非常に高速なネイティブコードを生成する方法が提供されています。じゃあそれをこの方法だけで書きましょう、常にこういう書き方でやりましょうっていうことをルールとして最初に定めちゃいましょうと。定めちゃったらそこの部分だけ、もう最適化できるよってプログラマーが教えてくれてるんだから、JavaScript エンジン側も最高に最適化された状態で最初からコンパイルして高速に実行しよう、そういう発想が ASMJS という、まあ、文字が提案した方法です。で実際問題、さっきのタイプとアレイぐらいだったらまだちょっと手で書けるかもしれないんですけれど、いろんなコード生成、自動生成するツールとかが世の中には存在するんですが、そいつらって JavaScript エンジンが速くなるコードっていうのを頑張ってみんな生成してるんですね。だからもうすでに既存のエンジンで速くする方法っていうのはある程度ノウハウが溜まっていて、そのノウハウを結晶させたものだけをどうせ機械生成するでしょうと、手で書かなくていいでしょうと、そういう時に、フラグを立てて高速化しましょうっていうのが ASMJS の発想です。で型のアノテーションってちょっとだけ書いたんですけれど、例えば変数 X がここにコード書き忘れたんですけれど、常に整数であるっていうことを、明示しようと思ったら X イコール X パイプ X ってビットオペレーターとかを使ったら、そいつって常に整数になるとか、あるいは不動小数点であるってことを明示したかったら X イコールプラス X とか、計算結果括弧でくくってプラスを頭につけたりしたらそいつが文字列になるとかありえないわけですよね。
だからそういうやり方をして常に型が JavaScript エンジンが判別できるコードを書いてあげることによって、型固定のコードを生成しなさいっていうのが ASMJS の発想です。で、目的としては Web がネイティブ同様の速度になると。で、実際ネイティブ同様の速度になるって言って新しいコンパイルの仕方を導入したりしているわけではなくって、実のところすでに JavaScript エンジンってすごく頑張っていて、きれいに最適化される、このコードは最適化可能だって判別できてるやつっていうのはすでに型固定の高速なコードを生成してるんですね。で、それにちょっとだけ生成するためのオーバーヘッドとか型が変わった時のためのチェックとかが残っているだけで、それさえなければ C 言語を普通にネイティブにコンパイルしたのと同じような速度が実行できるように近づいています。で、そのコンパイルエンジンをそのまま使って、このコードは本当に最適化していいのかどうかっていうのをいつもヒューリスティックに判別していたのを決め打ちでできるようにするかどうかっていうのが ASMJS をオンにするかどうかの違いだけです。じゃあすでに高速化できるようにエンジンが使われているのを、常にオンにするオフにするっていうのを、まあ、やってあげるようにすると、どんな時に高速化されるかとかっていうのを迷ったりすることなくって、常に一定のパターンでしかも十分 C に近い速度で実行できるでしょうと、そんな特徴があります。で、それを最初にやってみたっていうやつが、データがこれなんですけれど、まあ、ネイティブで書いたベンチマークのコードを3つ、1っていうネイティブの処理時間を基準にして、その時点の Firefox とか Chrome が JavaScript で実行したら、まあ、小さな処理、正直サンスパイダーとかって実は C で普通に書くより JavaScript の方が早いです。それはある意味、サンスパイダーとかで使われているものをよくあるパターンだということにして、非常に速いコードをアセンブリで生成したりとかするんですね。 IE とか特にサンスパイダーだけ非常に速いっていうのが最初の当初ありましたね。最近他のも比較的ちゃんと満遍なく速くなってきたりしていますけれど、ブラウザーエンジンってよく使われるコードをとにかく見つけて、そういうパターンはちゃんと最適化するっていうのを幅広く行っていってるんです。だからそうすること自体は変なことじゃないんです。で、まあ、とにかく簡単なコードはそうやって最適化されても、でかいコードやるとやっぱり最適化できない場合が多くって、10倍ぐらい遅いとか20倍遅いとかって場合によってあったと。で、それが常に最適化をオンにできるよっていうことをエンジンに伝えて、実際に最適化の処理を走らせることによって、まあ、大体 ASMJS 形式をオンにして、常に最適化したら2倍ぐらいまでポンと、既存のエンジンの入ってるコードそのままで2倍ぐらい、 C の2倍ぐらいで済むって、そういう高速化が実現できたっていうのが ASMJS っていうものです。で、その後当然最初ポンと入れただけなのが速くなるっていうのを続けているし、 ASMJS だっていうフラグを立てたやつを Firefox は常にちゃんと最適化するモードに突入させるわけですけれど、 Chrome に関しても ASMJS でよく書かれているコードっていうのは、先ほど言ったみたいなタイプとアレイを常に使うとか、タイプとアレイを使ってさらになんか先ほどの X イコール X パイプ0って使うとか、そういう決まったパターンをガンガンやってるんだから、そこに対する最適化っていうのもよく使われるコードとして Chrome は認識するようになって、じゃあ最適化が進んでいくと、まあ、たまにうまくいかないものっていうのもあるんですけれど、Firefox だったら常に最適化オンになるからうまくいかないことっていうのはなくって、だいたい 1,2 倍の範囲で収まると。で、 Chrome でもほとんどの場合それの 1.5 倍ぐらいの時間で収まるところに来ると、そういうのが ASMJS がやってることです。要するに最適化するパターンっていうのを経験則どんなやつにするかわからないっていう状態じゃなくって、ちゃんとしたルールに決めてやりましょうっていうのをやったらそんな感じだと。で、もうちょっと実用的なライブラリーとかで比較すると、まあ、このボックス3の比較にはいろいろ意見があるんです、あると思うんですけれど、まあ、一つの例として比較するならば、まあ、C 言語の速度に対して 3D のモデリング計算とかするやつが ASMJS っていうのは Java の実行結果より速くなるっていうところまで Firefox とか来ていると。 Chrome の場合はこの結果は Java よりちょっと遅いけど、まあ、似たような領域に入ってきていて、これまでの DART であるとか普通の ASMJS をオンにしていない状態の JavaScript のコードに比べて非常に速いと。で、それ実際もともと何がやりたかったかっていうか、何ができるかっていうことは非常に分かりやすい。でも、エピックゲームズさんが一緒に作ってくれたのがあるのでお見せすると、まあ、こんな感じですね。だいたい4日か5日ぐらいでアンリアルエンジンっていうやつを家庭用の商用ゲーム機とかでよく使われている 3D ゲームエンジンですね、それを C と OpenGL とかで書かれている数百万行のコードをザクッと JavaScript に変換して
変換する、機械変換するっていうことは ASMJS が常にオンにできる、常に JavaScript エンジンが最適化できるコードを規則的に吐けるわけですね。そうやってあげると、まあ普通にこうやってネイティブと遜色のないゲームが使えるよねっていう、まあそんな世界です。でもちろん、まあゲーム的な例っていうのが他にも多い気がするんですけれど、まあいろんな 3D 処理とか数値演算の多いものとかだったら同じく速くなる感じですね。ガンガンあのアイテムの数増やして1000個ぐらい粒子をバーッと回していても、まあこうやって動くと、それくらい数値演算が非常に軽くなる、ネイティブに近い速度で実行できるようになるっていうのが、まあ、あの現在の JavaScript エンジンの最適化機能で、その最適化をオンにしましょうっていうのが ASMJS のやってることです。はい。でまあいろんなことができるようになりますよと。で誤解が結構あるのでちょこちょこ書いてみました。すでに冒頭で説明した内容に近いんですけど、機械生成なんてやんねえだろうっていう人は、2006年から GWT とかすごく入ってますけど、何かって特定パターンだけ高速化するって変だろうっていう話もあるんですけれど、さっき言ったみたいにベンチマークに対して最適化を実際に行っているのが現実です。でベンチマークに対してっていうのは卑怯だって考え方もあるかもしれないですが、ベンチマークに限らずいろいろな JavaScript が実際に世間で使われているものを見て、遅いパターンがあったらこのサイトで遅い、このサイトでよく使われている、 Facebook で使われているコードが遅い、じゃあそのコードのパターンで遅いボトルネックを見つけて JavaScript を速くしようとか、JavaScript を GWT で生成した Java から変換したコードが遅いと、プロモさんはなんだか内部で技術者が話をやって最初から早かったのかもしれないけれど、 Firefox はそのどんなコードパターンが生成されるか気づいてなかったから遅いんじゃないかみたいなのも、あのパターンがちゃんと判別できて分かるようになったら高速化できると。つまり一定のパターンコードが出てくるっていうのが分かりさえすれば早くできるんですよね。機械生成コードっていうのはどんどん広がっていて、それをみんな決まったルールで吐き出すっていう、 できれば速くなるだろうと。で機械生成したコードっていうのが変な X パイプ0とかっていう変な書き方して気持ち悪いっていうのが、人間が書けるようなコードじゃなくなってるから気持ち悪いって拒否反応が起きるんですけれど、実際になんでこんなコードやってるかっていうのは思いつきでやってるわけじゃなくって、すでにこの ASMJS を定義するよりもはるか前にいろんなライブラリで機械生成コードをしていたんですね。でその時に機械生成されたコードが先ほど言った通り速くなるコードを書いているわけです。でなぜ X パイプ0が速いかっていうと、サンスパイダーのクリプトっていうベンチマークの中で使われてるから、みんなそこをすごく最適化済ませてるんですよ。そういうエンジンがすでに最適化されているコードパターンを使っているから、別に卑怯なやつとか逆になんかボトルネックになって遅くなる原因になるようなコードがいっぱい生成されるわけではありません。で JIT エンジンってのも先ほど言ったみたいに最適化モードをオンにするだけで済むっていう、それに近いことをやっていて、3年月ぐらいで Firefox を実装しているし、その後 Chrome もそれに追いついて、先ほどみたいに 1.5 倍ぐらいまで遅い Firefox に対してに追いつくのに数ヶ月しかかかってない、それくらい簡単なアップデートでできる話です。で新しい技術でも何でもなくって既存のエンジンの最適化をオンにするモードのチェックをするっていうだけです。で言語仕様的にも新しいものを作っているわけではありません。MScript10 ASMJS の取り組みの中で、例えば、マスドットインテガーマルチプライ IMAL とかっていうのを新しく定義提案したんですけれど、別にこれに依存してるわけじゃなくって、あの昔からポリフィルが他のコードで書かれていたし、それをしょっちゅう使うことになるんだったら標準化したらいいじゃんと。で別に ASMJS に限らずインテジャー32ビット整数を処理したいっていう場面は多々あるので、それを高速化するためのものっていうのを最初から JavaScript の標準に入れましょうって、そういう発想です。でそのどんどん標準に入れましょうっていう話はこの後最後にしようと思うんですけど、一言だけまつわる誤解もう一個入れると、ネイティブピラクルさんですね、ネイティブクライアントのポータブルとどっちかが生き残るだろうみたいな、そんなことは特にありません。多分ASMJS っていうのは既存の HTML5 と同様に互換性を維持したまま速くする方法です。それ以外にフラッシュとかシルバーライトと同じ形でバーンと別のプラグインを導入するのがピラクルさんですね。まあ、あのブラウザシェアはクロムさんかなり特にモバイルであるから、モバイル高速化とかで使われる場面とか増えるかもしれない。でも一方で各ブラウザーとかで動くものを作りたいとかになったら ASMJS が皆さん使われるだろうと、用途に応じて使い分けられるだろうと。でそういう ASMJS に対応するコンパイラーが MScript10 ですけれど、それ以外にもいろんなコンパイラー C から移植するものっていうのはあります。
で早くなっていく、まだ遅いっていうところがちょっとだけある。 1.5 倍とか2倍とか遅いわけですよね。じゃあそこをどうして解決できていないかっていうのは、まあ、コンパイルタイムのオーバーヘッドをソースコードでダウンロードしてくるから仕方ない、これは避けられないかもしれないけれど、実際問題としてボトルネックに論理的になっているものっていうのがいくつかあって、代表的なものを2つ挙げると、 JavaScript は数値が IEEE754 の倍精度不動小数点演算しかないと。だから単精度演算をガンガンやってるライブラリが JavaScript で移植したら、当然単精度演算のエミュレートで遅くなるわけですよ。じゃあ最初から単精度演算ができるような機能があったらいいよねと。あと SIMD って言われる並列数値演算みたいなのが CPU の機能としてある。それを C 言語であれば、まあ適当な SIMD のライブラリを読み込んで実行してどんどん CPU フル活用とかできるけど、それができない。じゃあやろうよっていうのが今 JavaScript の最適化高速化で行われている標準化の動きです。これは ASMJS とは特に関係ありません。当然 ASMJS もこういう機能が入ってきたらそれを活用して速くなるけれど、一般の JavaScript が速くなるためにこういう標準化機能の追加っていうのが行われていると。で、例えば単精度演算をしやすくするためにここの結果は単精度ですよっていうのを明示するための機能、マス F ラウンド、フロートラウンドですね、そういうのを使ってあげると、普通に書いてあげると単精度演算か倍精度演算で結果が異なるような式っていうのがすぐ簡単にポンポンって書かれてしまう。それを常に単精度演算でやっていいよっていう明示してあげれば、ブラウザはその最適化したコードをポンと実行してくれる、これによって速くなると。で、実際問題どれくらい遅くなる原因になっているのかっていうと、フロート32の単精度演算するために一旦変換してからもう一回戻すとかやってるから当然遅くなるんですよね。変換して戻すってしないと実行結果が変わる可能性があるんで、やらざるを得ないんですよ。で、もちろんメモリも倍消費するとか、単精度演算であったら高速化できるアルゴリズムとかもあると。そういうのをちゃんと C と同じようにできるようにして、 F ラウンドっていうのを実装導入したら、例えば、いろんな数値演算の逆行列を求めるとか、グラフィックス計算とか、そういうライブラリ、FFT、フーリエ計算とかよくやりますよね。そういうものが大体最低 5%、最大 60% ぐらいバーンって高速化すると。そういうのを入っていくことによって、1.5 倍遅いとか2倍遅いっていうのが 1.1 倍、1.2 倍とかに近づいていきたいなっていうのが、今の JavaScript の世界です。で、もちろん先ほど言及した IMAL っていうのもあるし、 SIMD を実行するためのモジュールっていうのはやっぱり CPU メーカーは大好きなんですね。この使ってほしいから Intel さんと Google さんなんかが提案して文字も一緒になって実装をしていってる。で、仮の実装っていうのを今プロトタイプを作っていこうとしているのが現状ですね。で、複数データ並列計算、いわゆる MX とか SSE、Android であれば NEON とか、それをガンガン使えるための命令っていうのをこんな形で、片固定配列に4つポーンとレーンを定義して、2つのレーンを一気にバーンって1命令、CPU1 命令で計算してくださいと、そういったことができる。これ単純に4倍速くなるわけですよね。そういうのを積み重ねていくことが今 JavaScript で行われていて、 C に近づいていこうと、パフォーマンスを近づいていこうとしております。で、若干時間がオーバーしていますが、まあ、最後に結論として私が言いたいこと、あるいはまあ弊社の CTO がよく言っていることとしては、 JavaScript が常に勝つと。なぜ常に勝つかっていうのは、 Web は非常に互換性を重視している。既存のものが動き続けなければいけない。で、機能が足りないとか速度が遅いとかっていうのは確かに大きな問題だから、それを解決しなければ負ける。でも今日ご説明したように、皆さんが必要としているような機能とか高速化っていうのは順次行われていってる。だから JavaScript っていうのはこれまで同様に生き続けるんじゃないか、皆さんが勉強する価値のある言語になってるんじゃないのかなと思います。まあそんな感じで、これからも JavaScript を愛していただけると嬉しい